はいじゃあよろしくお願いします。えー、今回ね、時差の問題やっていきましょう。ということでね、1問書いてありますので、ぜひね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、不安な方とかね、ちょっと時差自信ない方は、今から自分が解説やっていきますので、聞いてもらえたらと思います。というスタートで始まったんですが、もろもろ初連絡があります。えー、今回ですね、あこの動画撮る数日前に時差の1本目っていう字を撮ったんですけど、その動画消させてもらいました。えー、解説をね、ちょっとミスったところがあったので、 でですね一応時差っていうのは非常にニーズがあるというか困ってる方が多いところなのでこの動画を含めて3本の再生リストにしておきますでこれ2本目ですこの動画はねで1本目は5年前にチリのところで時差実は取ってるんですよねでそれがかなり基本的なところを抑えてるあの地図もねちゃんと使っているので印刷してそれを1本目これを2本目にしてる。 で、えっ、ー、と、今見てわかるように、時差の問題って、版書量とか地図が必要なんで、一度が一問になりがちなんですよね、こうなっちゃうと。で、それさ、次も一問、一問一問って大変なので、みんな見るのもね。だから、次の動画はえ、この前みんなから問題結構募集していただいたので、それを厳選して何問かを自分がガチで解いていきます。で、問題とかはちょっと編集で表示する感じにしますので、次を特訓っていう形で、3本セットでやっていこうかなと思います。 でち,ちなみに前のねその基礎とこの、えー、今回飛行機移動が入る時差と移動っていう王道パターンなんだけどこの2つクリアしとけばまあ中学の時差の問題8割ぐらいはいけるよもうと思ってますでさらにレベル上げたい方は次の特訓使ってもらえたらと思いますのでそんな感じでねお付き合いくださいではいきましょう で一応前回消しちゃった動画で話したポイントも少し含めながら喋っていきます。だから、なので、説明長いなと思った方はあ、あの、答え、早送りしてもらえれば、答えだけ表示されますんでね。そんな感じで使ってください。で、今回は、タイと日本です。タイと日本の話で比べていく。で、タイの時間の基準の経線が統計105度。関西国際空港は日本ね、関空ですね。 を出発した飛行機がタイのバンコクの空港に現地の時間で3月12日の21時45分に到着しましたとで飛行機の所要時間が6時間20分でしたこの飛行機が関西国際空港を出発した日付と時刻を日本時間で書きなさいという問題でございますでですよで前回の動画でも話したんですが、えー、と時差の問題っていうのはポイントが3つあります ちなみにさ、なんで消したか、なんで消したかって俺が説明にしたのもあるんですけど、すごく言いたいことがあって、まあ、いろいろね、時差を取るにあたって、まあ、勉強するわけですよ、一応。どんな問題があるかなってみんなから送ってもらったりとか、自分で調べたりとか、書店行ったりとかね。で、その中でさ、ある都道府県のその入試問題見てて、で、解説のところ見てたの、公式のやつで。解説さ、がっつり間違ってるんだよね。これ行った方がいいのかなちょとそれを不安に思う今日この頃なんですけど、まずポイントです。ポイント1。 えーまあ、前回見た方はね、またかって思うかもしれない,れないんですけど、えー、地図イメージですね。これがまあ非常に大事です。この再生リストの1個前、5年前の動画に関しては、地図が表示されております。だから、まあ、地図イメージを持たなくても、それのあればね、なんとかなるかもしれないんですけど、こうやって言葉だけの問題も多く出てきますので、まず世界地図のイメージを持ってほしいと、えー。前回からレベル上がっておりませんが、北アメリカがあります。はい、南アメリカがありますと。と で、ユーラシアがありましてアフリカがありまして、まあ、日本がこうありましてでオーストラリアがありますとちょっと体調おかしいけどあこんな中でねで何を持ってほしいかっていうと,、えー、と時差のね問題言葉出てこなかった時差の問題っていうのは経線が主役です経線縦の線ね経線でその中でも経線のボスがいると。 で、ボスが、ここですね。まあ、この日本が中心の地図で言うと、この辺にあります。これが、えー、のゼの度。つまり、ボスです。ボスね。で、これが、イギリスのロンドンを通る本書、四五線と言います。こいつがボスなのね。で、裏ボスっていうのがいて、 0度なんで、まあ、0度15度さ、15度刻みで進んでいくんですけど、15度3045って進んでいく中で、この辺にですね、まあ、裏ボスがいるわけです。ちょっとこんなギザギザにしときますけど。これがまあ180度のところを、本当は180度まっすぐなんだよ。まっすぐなんだけど、日付変更線って言って、この線を超えると日付が変わるんです。1日。変わると。で、それを180度のところちょっとギザギザしてるのが日付変更線って言うのがいるんですが、こいつが裏ボスです、ちょうど。 で地図で言うところの地図っていうのは右が東ですで左が西なのねもちろん上が北だってほとんど地図上北だからさ、まあ、こうなってる下は南ねでこのボスから右に進むと東系なんです東に進んでるからつまりこの裏ボスまでのここまでが東系ゾーンでボスから左に進む こうやってで。左は地図はこうね、ぐるっと地球ってぐるっとなってるから、こう繋がってるからね。ここが成形ゾーンです。だからね、右に東があるからさ、全部右じゃねえかって思うかもしんないけど、裏ボスがここで切れなきゃいけないので、左に進んでったら成形になりますと、まあこんな話をしたわけですよ。で、これがすごく大事なのね。で、今、タイの統計105度っていうのは、こっから15度で刻みます。 15304560って進んでいって、まあ、そのうち7590105ってくるから、まあ、この辺にしとこうかこの辺に今回タイの統計1 0 5度っていうのがくるわけです。いいでもう一個日本今回ワード出さなかったんですけど日本覚えてねって思って日本っていうのは統計1 3 5度です兵庫県明石市のね。 で、それが、105から105、120、135って右にずれるから、まあ、この辺なわけですよ。これが、えー、日本の、えー、統計、135度。こうなるのね。で、ここまでごちゃごちゃ書きましたけど、時差の問題で大事なのは、その2個比べるわけよ。で、この次の特区の時は3つとか出てくる問題もちょっと取り扱おうと思うんだけど、基本的に2個。 今回はタイと日本っていう二つの場所が出てくる。その二つの場所の統計、整形の位置関係。で、統計、統計だったらどっちが右側にいるのかっていうのを外さなければ大丈夫。いそこが大事。今回は日本の方が統計135だから右側にいますよねっていう。で、ポイント先書いちゃいますね。二個目。何かっていうと、その経線。15度ずれると、 時差が1時間発生しますよっていう覚えてね1 5度で1時間ですつまり今回タイと日本っていうのは1 0 5百三1 3 5なんでこの間の部分ここのずれてるのは3 0度ですよね3 0度三3 0っていうことは1 5度で1時間だから3 0度だったら2時間です2時間 だから日本とタイの時差は2時間とこうなります。2時間ってこうなるでです。で大事なのは時差ってじゃあ日本とタイどっちが先に進んでるのっていうそこが大事なわけ。それがポイント3ね。どっちが、まあ、時間、まあ、どっちが先でいいか前回どっちが早いにした気がするけど。 いいね、あこれポイント囲っとこうこれがポイントです地図イメージを持って時差は1 5度で1時間ずれることを覚えてどっちが先なのっていうでこれはどっちが先かは裏ボスです大事な裏ボスここ1 8 0度この裏ボスの左側ですここですここ左側が先です時間としては ここが先で、どん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 こっちに来れば来るほど時間が遅くなります。つまり、ここ行ってこっち側に行きますね。ここ、ここ、ここって来るかと下に下げておきましょう。この日付変更線、裏ボスの右側が一番遅くなる。後になると。これを覚えておく。そうすると、今回日本とタイの位置は日本の方が右にありますよね。 ってことは、先ってなって、日本が先にぶつかるから、日本のが時間が先に進んでます。日本のが先に進んでる。で、ここを確認しておいて、あとは解いていくと。で、こさっき最初にもね、話しましたけど、この問題っていうのは、時差と飛行機っていう二つの時間軸を使う、まあ、時間を使わなきゃいけないのね。で、ちょっとややこしく感じるんですが、一個一個処理していきます。 で、好みがあって、えっと、時差からやりたい方もいれば、飛行機からやりたい方もいると思います。どっちで強制はしないんですけど、自分は時差を最後に処理したい人間なので、先に飛行機から行きます。いいで、確認するよ。今出てる時間、まあ日本からね、飛行機ブーンって、ブーンじゃねえな、ゴーって、ゴーもおかしい。タイまで行きましたと。で、現地の時間でこの時間、つまり、えっと、飛行機に乗ったんですよね。で、 日本からタイに行ったの。でタイに3月12日の21時45分に着きましたと。でさ6時間20分飛んでたわけよここちょ。6時間20分ね。ってことは日本は何時に出発したのっていうのは別に6時間20分戻せばいいじゃん。飛行機飛んでたのこれだから。あ戻しましょう。じゃあここから戻して。 日付は変わらないね。3月12日の、えー、15時25分か。6時間20分戻しただけです、今。え、戻ったよ。OK、OK。ってなりそうなんだけど、ここで注意があって、さっきこの基準にしたこの時間、21時45分って、現地の時間なの。つまり、タイの時間なの。タイの時間です、これ。 でこれを基準に6時間20分戻したら当然これはタイの時間なんだよねタイの時間になっちゃってる今は関西国際空港を出発した時刻日付と時刻を日本時間で答えてくれと言ってるんだよねだからこのタイ時間を日本時間に変えればいいとタイ時間を日本時間に変える方法は時差の話だけでしょで時差を考えていけばいいと でさっきやったように時差は2時間ずれております。どっちが先なの日本が先なの今。日本が先。だからタイの時間を2時間先に進めればいい。じゃあどうなるかっていうと最後青にしとこうか答えとしては2時間先に進めるので日付は変わんないね。3月12日の、えー、17時、えー、25分と。 これで終了となります。いいかななのでやってることに関しては、えー、時差の、まあ、問題、時差の知識がまず1個で、これは大事だよ。時差を求めらんないとここは出せないんですけど、飛行機の移動が関わってくるので、まず飛行機の話を戻します。だって日本の空港を出発した時刻を求めたいんだから、まず到着から戻してあげて、日本の出発時間を出したと。ただし、今これは タイの時間になってしまってるので、じゃあタイの時刻を日本に最後に時差を処理する。まあ自分のやり方はね、最後に時間を処理、ああ、時差を処理してタイから日本は日本のが先だから2時間先に進めて答えを導けましたよと。ぜひこういう感じでやってみてください。 ね、ちょ前回の動画あの消しちゃったものですけど、ね、見てちょっと困惑させた方もいると思います。本当申し訳なかったです。まあ、これがね、この動画と、えっと、前回の動画含めてで、まだ撮ってませんけど、次の特訓動画、3本の、ね、動画でぜひ時差は、まあ、本当に中学校とか高校受験の時差であれば、そこそこもうこれで戦えるようにはなると思いますので、ぜひあの復習してもらって、今聞いてね、分かっただけじゃなくて、復習して動画戻してもらって最初に。 このね、状態で自分の力で解けるところまで持っていけば、受験とかでもね、きっちり戦えますので、なんか勉強、受験勉強とかね、勉強のお供に使ってみてください。では、今回はね、時差の問題やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。